何したらいいか分かんない人がすごい増える。人間より賢いコンピューターがいっぱい出てくる。25年ぐらいに。2040年だと思ってたんですよ、みんな。はいはいはい。再来年。頭で考えてできる話っていうのは大体コンピューターの中にあるっていう。弁護士とか、会計士とか、知的ホワイトカラーみたいな人の仕事がどんどんなくなり、逆に体動かすような仕事、ああいうのは本当肉体を伴うじゃないですか。そういう仕事はどんどん増えてきて、ロボットの力とか借りながらやっていくみたいな。そうだと思いますよ。頭で勝負してもちょっとね、だからバカをバカにする社会っていうのはね、20、2000年ぐらいまでですね。